ここえリシャード・ディクソンは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、サンフランシスコ出身のプロ野球選手。ウト右打ち。NPB での登録名は、ディクソン。ドジャース時代2011年に MLB ドラフト12巡目で、ロサンゼルス・ドジャースから指名され入団。ルーキー級のオグデン・ラプターズで、プロデビュー。48試合に出場し、打率。333、13本塁だ。 三十八打点を記録した。2012年は A 級グレートレイクスルーンズで106試合に出場し、打率27217本類が48打点を記録した。2013年は A 級乱直モンがクエークスで122試合に出場し、打率28015本類が88打点を記録した。2014年は a 級チャタヌーがルックアースで126試合に出場し、打率269、17本塁打、73打点を記録した。2015年はトリプル a 級オクラホマシティドジャースで117試合に出場し、打率262、13本塁打、50打点を記録した。2016年はトリプル a 級オクラホマシティドジャースで1 1試合に、 出場し、打率、328、18本塁打、64打点を記録した。2017年は、トリプル A 級オクラホマシティドジャースで打率、246、24本塁打、76打点を記録し、9月1日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。翌日の試合に、左翼手としてメジャー初出場。 初ヒットは9月23日のサンフランシスコジャイアンツ戦でマディソン・バンガーナーから記録した。その後試合中のプレーで左肩を損傷したため、10月に関節唇などを修復する手術を行った。11月6日に FA となった。2017年12月26日、NPB の東北楽天ゴールデン・イーグルスと契約したことが球団から発表された。 背番号は55。登録名は同名のお声類がいるためディクソンとなった。2018年、二人目のお声として注目を集めたが、前年の手術からの実戦復帰が5月15日のに、軍戦と大きく出遅れた。5月24日に一軍昇格し、5月25日のソフトバンク戦で初安打初打点を挙げるも、デビューから4試合で13打数1安打と結果が出ず、 二軍落ち。最小覚悟の6月13日の中日戦で初本塁打を放ったが、その後は左太ももを痛め再び二軍落ちした。8月にも二度登録されたが調子が上向くことはなく、シーズン通算で22試合に出場し打率。175、1本塁打、3打点に終わり、12月3日に対談が発表された。 2019年2月15日にはシントンナショナルズとマイナー契約。5月14日に FA となった。6月3日に独立リーグアトランティックリーグのシュガーランドスキーターズと契約。6月25日にメキシカンリーグのドゥランゴジェネラルズと契約したが、7月29日に FA となった。8月3日にパシフィックアソシエーションのバレーホアドミラルズと契約したが、 このシーズン限りで対談した。マイナー通算736試合で117、本塁打を放った、パワーヒッター。広角に長打が打てるのが持ち味。楽天時代に、オコエ類とチームメイトとなったのは偶然であり、血縁関係などはない。またオコエ類が名字であるのに対し、オコエディクソンは名前であり、綴りも異なる。また一軍で揃って、ベンチ入りする機会はなかった。 ありがとうございます。